吉田さん、私とね、吉田さんの共通点っていうのは、もう探せばたくさんあるんですけども、その中でも大きいものの一つがですね、まあ自由に生きてることなのかなと思います。私はね、今、車でビュンビュンあちこち行ったりってことはしてませんけども、でもまあ以前はね、子供が生まれる前っていうのは、車で日本全国47都道府県、まあ沖縄と北海道はね、さすがに飛行機だったんですけども、まあ海外まで、出かけて行ったりとかして、私自分の視聴者さんってどんな方なのかなっていうふうなことをね、興味を持って500名以上の方に会いに行きました。日本全国です。で、海外にも行きました。私の視聴者さんに会いにです。で、吉谷さんも今でもね、サポートとか新しい、仕事、それから自分の人生の楽しみのために R34 っていうね、最高のパートナーとともに、日本全国を旅してるんだろうなと思います。まあもう今更ね、私のいる広島県福山市を素通りしたからといって、ちょっとなんで吉谷さん寄ってくれないんですかってことはありません。吉谷さんにはね、吉谷さんのご都合もあると思いますし、まあ私のところに寄ることがあるとすれば、それは何かね、また新しい発見なり、それから共同作業なり、私を必要としてくださる時とかかなと思いますし、まあ私たちね、なんか一緒にタッグを組んでいつもやってるわけではなくて、気が向いて時間があるときにノリで一緒になって、そして緩やかなお互いの信頼と拘束感とともにね、またばらけていくっていう本当に最高の形をとってると思うんですよ。いやーね、吉田さんね、私ね、他の人とこれやろうと思ってもできないですね。なんかやろうって言っても、いや時間がなかなかなくってねとかね、いやちょっとお金結構かかるからねとかになって、そうなんですよ。だから吉田さんにいろんなね、そのイリュージョンとか合宿とか企画していただくときも、私は集客をお願いしますっていうこともないですし、私の費用を吉谷さん出してくださいっていうこともないですし、売上折半ねってこともないですし、何の取り決めもないですよね。もうこれがね、むちゃくちゃ私はね、肌に合ってるんですよ。なんか誰かとプロジェクト組むと、じゃあ経費の方はどういうふうに持っていただけるんですかとか、売上に対するコミッションはこのパーセンテージでとかになってきて、やっぱそれがね、揉める原因になってるのかなと思いますけど、私の場合は吉谷さんとプロジェクト組むときは、私は勝手にそのプロジェクトの中から売上と集客を取り出したりとかね、できますしね。吉谷さん、吉谷さんで、まあ例えば私がね、一緒にやってるそのセミナーの内容とかを動画化して、そこで売上上げるってこともやってくれますしね。いや本当にね、本当はそうだと思うんですよ。全ての活動、ビジネスっていうのは起きた現象から自分で勝手に、集客して、自分で勝手に商品提案して、自分で勝手に売り上げを作る、これが本当に自分で自由に生きているってことなんだろうなと思うんですよね。で、逆に私はね、会社員でいるとこの自由が使えないんで、ものすごく不利だなと思います。それは私自身の会社に勤めている時も同じです。今は一人会社なんでないですけども、社員がいたら、はっきり言ってね、今だったら言えるんですけども、社員がいたら社員の給料まで自分で稼がなくちゃいけないんですよ。社員の教育も自分でやってあげないといけないんですよ、お金を払いながら。何なんだよと思いますよねまあでもね、誰かを雇ってみたいっていう、ちょっと親方気取りみたいなところもあったんで、そんなに嫌ではなかったんですけども、今この状態になってみたら、給料を払うんで久保さんのところで雇わせてくださいっていう話なら聞くんですけども、久保さんのところでタダでいいですから働かせてくださいって言われても、いやタダで働かせても指導がいるんでしょって話になりますしね。勝手に育つ人だったらね、まあ、働いてもらってもいいんですけども、勝手に育つ人はもう私を必要としてないって思いますからね、まあなんかね、働き方改革っていうのは私に言わせれば、全然改革ではなくてね、与えられた状況でいくら自分に対して、価格をね、もたらすことができるか、そして、大きなキーワードって好奇心だと思うんですよ。これから AI とかロボットっていうのが発達してきて、人間がやってほしいことは全て文句も言わない機械がやると思うんですよね。でも人間にしかできないことってなんだろうって考えてみた時に、私はね、好奇心を持つことだと思うんですよ。回答を誰も持ってない、そんな問題に対して解決策があるとしたら、好奇心を持ち続けること、この先どうなるんだろう、この結果はどういうふうになるんだろうっていうふうに無数に予測することだと思うんですよね。
もちろんその予測の中には不幸な予測もあると思いますし、逆にハッピーな予測もあると思うんですけども、それを繰り返すことこそ人間が最後まで AI から守り続ける思考資産なんではないかなと思うんですよね。会社に勤めていて上司から課題が来ます。それをこなしたら給料がもらえます。いや、こなさなくても給料もらえます。こんな中で好奇心って育つんですかね。この会社何年後まであるんだろう、この会社どんな業態に数年後は変わるんだろうっていうふうに好奇心を持つことね。トヨタってのはすでに全く新しい形になろうとしますよね。もともとトヨタって機織りの機械を作ってるところだったらしいですよね。でそれが自動車産業に変わった。当然多くの人の、ほとんどの人の反対がありました。なんで車なんて作るんだと、未経験の分野になんで入っていくんだってこともあったと思います。でもその勇気を持って好奇心を持って新しい業界に入っていったがために世界を牽引する日本ナンバーワン、世界でもトップの自動車会社になりましたよね。そしてそのトップの会社が今度はその座をかなぐり捨てて自動車と決別して、今度ね街を作るっていうね、このなんていう構想だったか分かりませんけども、トヨタの社長の動画をね小1時間見ました。感動しましたね。こういう思考を同じ人間がしていて、そしてトヨタの社長以外の多くの方、自分が優秀だと思っている方、自分には学歴があると思っている方、自分には未来や能力が持っている、能力があると思っている方には、残念ながらですね、このトヨタの社長のような好奇心は育てていなかったんじゃないかなとか思ってしまったりね。まあ人の評価をするわけではないんですけども、私自身ここまで壮大なことを考えただろうかと思っちゃいます。興味がある方はね、ぜひトヨタの社長の小1時間のね、スピーチを聞いていただきたいんですけども、どこにあるのかちょっと分かりませんのでリンクも貼れませんけども、これはすごいことだと思いますよ。富士市かどっかの工場を閉鎖することになった時に、そこのね働いてた社員のことを考えたらしいんですよ。この社員をどうすればいいんだと思った時に、その新しい構想に行き着いたっていうふうにね言われてましたけどね、詳細はそこを見ていただきたいと思います。いや、やっぱりね、とてつもないイノベーションを起こす人の考え方や、言葉に触れることっていうのは自分の小ささを思い知らされるのと同時に、人間ってまだまだたくさんの好奇心を持つことができるんだなっていう思い知らせてくれますよね。いや、素晴らしいなと思いました。ということで今日の感動話でございました。キーワードは好奇心。好奇心ですよ。億万長者合宿の動画を皆さん、ご覧の皆さん、なんでこれが億万長者合宿なんだっていうふうにしてバカにして去っていくかなんか、それとも億万長者、そう、億という金額を稼ぎ出した人、その2人が対話をしているこの動画の中にどこに億万長者のヒントがあるんだろうっていうふうに好奇心を持って探し続けることができるか、次回もよろしくお願いします。